戦勝利おめでとうございます。延長後半の劇的ゴールとなりました。あのシーン振り返っていかがでしょうか。まあ、自分今日はサブだったので、で、まあ、延長後半になったら出るよって安藤監督から言われてて、でゴール決めてくれって言われたので、まあ、そこは最低限ゴールは決めてやるっていう、まあ、決めて、まあ、見ちゃったんですけど、まあ、最後にありがとうございます。現地にも多くのファンサポーターの方が来てくださいました。皆さんに向けてのメッセージをお聞かせください。はい、いつも応援ありがとうございます。僕らは、まあ、これからまだまだ勝ち続けるように皆さんの応援が力になるので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは最後のメッセージ、2回戦は格上の東北スタジオの対戦となります、はい、こちらに向けての意気込みをお聞かせください。まあ、相手が東北スタジオなので格上と、まあ、自分たちがどれだけできるかっていうのを、まあ、しっかりチームで発揮して、まあ、勝って、まあ、絶対差がいきたいと思います。ありがとうございます。2回戦期待してま す。1回戦勝利おめでとうございます。ありがとうございます。久しぶりの公式戦復帰となりました、はいはい、いかがでしたでしょうか。まあ、これまで復帰できるまでにたくさんの人に助けてもらったんで、まあ、まずはその人たちに感謝しながら、あとはまあコンディション的に今自分がどれだけできるかっていうのは分かんなかったですけど、まあ、怪我なく40分間試合できて本当に良かったです。ありがとうございます。次節元チームメイトも所属する東邦チタニウムとの戦いになります、はいはい、こちらに向けての意気込みをお聞かせください。そうですね、まあ、もう本当自分たちが毎日毎日一生懸命練習して、まあ、あとは一応カテゴリーは上なんで、まあ、チャレンジャーとして戦いたいと思います。ありがとうございます。期待してます。はい、ありがとうございました。全社関東予選の1回戦勝利おめでとうございます。試合を振り返っていかがでしょうか。まあ、あの前半ちょっとうちの方が押し込んでチャンスがあった時に1点しか取れなくて、逆に後半ね、始まった時に、セットプレーから決められてすごい苦しいゲーム展開になってしまったなっていうところで、まあ、2点目取っても最後の最後で追いつかれて、まあ、本当にタフで、苦しいゲームでしたけど、最後途中から交代で入った選手が試合を決めてくれて、まあ、すごく良かったかなっていうふうに思います。ありがとうございます。次節関東サッカーリーグ一部に所属する東邦チタニウムとの戦いとなります。こちらに向けての意気込みをお聞かせください。そうですね、まあ、相手はもうカテゴリーが2つぐらい上のチームなんで、まあ、思い切って、ぶつかって、まあ、ただでは負けないぞというところ、やっぱ勝ちに行かないと意味がないし、前者というところも本気で、選手たちは狙っているので、まあ、一生懸命戦って勝てるように頑張りたいと思います。ありがとうございます。今日も現地に YouTube 配信にと多くのファンのサポーターの方が応援をしてくださいました。次節地元栃木での開催となります。最後にファンサポーターの皆さんに向けてメッセージをお願いします。はい、まあ、トップじゃなくてね、アンダー25の方に、わざわざ足を運んで、本当に最近多くの方が応援してくださって、すごく選手たちも力になっていると思いますので、まあ、自分たちは結果でそういうところを返していこうと思いますので、これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。また2回戦頑張ってください。はい、ありがとうございます。